こんにちは、そうです。久しぶりの料理動画撮っていきたいと思います。でまずお久しぶりですということで、この動画を撮るのがですね、どんなもんでしょう。料理動画としては5ヶ月ぶりぐらいの撮影になります。何度もご報告させていただいてたんですけども、足のことで入院をしておりまして、4ヶ月ちょっとですね、127日かな、4ヶ月半ほど、入院をしておりました。それで、無事に、2回の手術を得まして、退院もできました。その後もですね、少し体調が悪かったりとかしたこともありまして、料理、晩ご飯は作ってはいたんですけど、動画は撮っていませんでした。この動画が復活初めての、撮影になります。入院中にですね、いろいろと料理の勉強といいますか、まあ他の YouTuber の方、料理の動画を見たりとかですね、レシピアプリなんかで暇な時はもうずっと料理を見てて、何を作ろうかなっていうのを自分でノートに書き留めたりとか、そういったこともしてまして、退院してからこちらですね、もう今退院して10日ほど経つんですけど、その間にいろんな、調味料であったりとか、そういったものがまた増えていっております。復帰第1弾ということで、今日の料理を作っていきたいと思うんですが、本日の晩ご飯ですね、今日は、これ入院中に、計画を立てておりました。フランス料理に挑戦したいと思います。まず一発目、フレンチですね。何を作るかと言いますと、大好きな豚肉の塊、豚ロースの塊を使って、煮込み料理ですね。豚肩ロース肉のブレゼ、蒸し煮というやつですね。それをフランス料理っていうことで作っていきたいと思います。今までブレゼなんていう言葉も聞いたことなかったんですけど、見ていると、いろいろアプリにですね、レシピも出てきますんで、そのあたりをちょっとこういろいろ自分なりにアレンジをして作っていきたいと思います。最初に私が参考にしていたアプリのレシピの中では、圧力鍋を使ってギュッと煮込んで作るということになってたんですけど、まだこれ早い時間、お昼間です。お昼間からじっくりと2時間ほど煮込んで、ゆっくりと時間をかけて本気でどういう風になっていくかっていう本気のブレゼを作っていきたいと思います。はい、それではうまくいきますでしょうか。復帰第1弾の晩御飯動画、どうぞ最後までご覧になってください。はい、それでは材料を紹介していきたいと思います。まずこちらですね、豚ロース、豚肩ロース肉の塊です。これが 450g ぐらいあります。 450g ですね。一緒に煮込んでいく材料として、キャベツ、これはどんなもんかな、本当に残りなんですよ。8分の1もないぐらいかな、ちょっとだけですけどキャベツ。それとこれも残り野菜です。人参ですね、3分の2ぐらい、1本の3分の2ぐらい残ってるやつですね。それから玉ねぎが1つ、ニンニクを1かけ、ローレルが1枚、ここに、タイムですね、ハーブ、タイム、これが何本ぐらい、4、5本ぐらいか。あとは肉の下味ですね、下味の調味料としまして塩、これは普通の塩です、イタリアンハーブミックス、これをサラサラっとかけておきたいと思います。ソース作りに使いたいと思うんですが、粒マスタードですね、マスタードと蜂蜜、この2点で仕上げのソースを作りたいと思います。はい、あとは煮込む時にですね、こちら白ワインを使います。白ワインと水ですね。それと焼いていく時にほんの少しだけオリーブオイルなどを使っていきたいと思います。それでは早速、豚肉の処理をしていきたいと思います。はい、それでは豚肉の処理をしていきます。この今豚ロースの塊ですね、先ほどお見せした時こちら向きだったんですけど、裏はこのように脂部分です。それと少し筋が入っているので、ちょっとだけ、筋切りですね、
切れ目を入れておきたいと思います。はい、こんな感じです。そしたら肉に塩ですね、塩を、すり込みたいと思います。はい、塩の次に軽くイタリアンハーブミックス、これを、振りかけておきます。うわ、すごい匂い。そしたらこのように、買った時に豚肉に入ってたトレイにですね、戻してしばらく常温で寝かしておきます。まだこれ冷蔵庫から出したばっかりなので冷たい肉ですので常温に戻します。どんなもんかな、30分ぐらい寝かしたら常温になると思いますので、このまま置いておきたいと思います。そしたらその間に他の野菜の下処理をしていきます。はい、まず人参ですね、今洗って皮を剥きました。ヘタも落としてあります。これを、適当な食べやすい大きさに乱切りしておきます。はい、次にキャベツです。キャベツは硬い芯の部分だけ落としてしまいます。それで半分ぐらいかな。このぐらいに落として、どうせクタクタになるまで煮込んでしまうんで、もうバラす必要はないです。このぐらいで置いておきたいと思います。次に玉ねぎです。玉ねぎは皮をむいて薄切りにします。はい、最後にニンニクです。ニンニクは潰して、皮をむいておきます。はい、材料の準備は以上です。それでは煮込んでいきたいと思います。はい、それでは豚を焼いていきたいと思います。まずこの鍋にですね、オリーブオイルほんの少量だけ入れます。おそらく小さじ半分あるかないかぐらい、ちょっとだけ入れます。はい、これが塩とイタリアンハーブミックスを、すり込んで、どんなもんかな、だいたい室温で30分40分ぐらい寝かしてありました。これを今からこの鍋で焼いていきたいと思います。油の方から焼いていったんで、もうすでに、オリーブオイルはちょっとしか入れてなかったんですけど、豚の油が出てきてものすごくいい香りが立ってきてます。それではちょっとうるさいんですけど換気扇をつけます。このように肉の表面を焼くことによって旨味を閉じ込めてしまいます。ですので全面ですね、全部の面をひっくり返しながら焼き付けていきたいと思います。はい、このようにですね、全面に焼き色がつきましたので、一旦この肉は取り出しておきます。後で煮込みますので、今中まで火を通す必要はありません。表面を焦がすだけです。はい、そうしましたらこの鍋ですね、今豚の油も出ました。この鍋にもう一度火を入れて、刻んでおいた玉ねぎ、それと潰したニンニクですね、これを炒めていきたいと思います。こんな感じで玉ねぎにしっかり火が通って色が変わってきました。ここで白ワイン入れていきたいと思います。白
白ワインが 100cc あります。それと水です。これは普通の水、水も 100cc 入れます。そうしましたら、ここに先ほど焼き付けた肉ですね、豚肉を戻し入れます。そして人参、キャベツ、そしてここにタイムですね、ハーブ、タイムを入れます。あとローレル、これだけ入れました。あとはごくごく弱火にします。白ワインと水がクラクラと揺れる程度の弱火にしました。これで今から2時間蓋をしてですね、2時間煮込んでいきたいと思います。今ですね、煮込み出してから1時間、ちょうど1時間経ちました。なので一度開けて肉、それと野菜をひっくり返したいと思います。ではオープン。もうハーブのめっちゃいい匂い。もう野菜はすでにクタクタになってます。はい、それでは今ひっくり返せたので、また蓋をして続き1時間煮込んでいきたいと思います。はい、肉をひっくり返してさらに1時間煮込みました。ということで開けていきたいと思います。オープン。残った煮汁に、粒マスタード、小さじ1杯ほどの粒マスタードと、同じぐらいの蜂蜜、これを入れて煮詰めています。これが完成したらソースの出来上がりです。もうちょっと汁気を飛ばします。ではいただきます。はい、切った切れ端、これがホロホロトロトロになった豚肉です。めちゃくちゃ美味しい。これ過去最高傑作って言ってもいいぐらいめちゃくちゃいけてます。少し脂身の多い肩ロースを使って、それが大正解。すっごい甘くなってて、で赤身の部分がもうホロホロって溶けるような感じ、それと脂の甘みもしっかりと出てます。人参、うん、野菜も豚の脂を吸ってすっごく甘くて美味しい。味付け自体は塩と白ワイン、あとまあハーブ類しか使ってないんですけど、すっごい味が染み込んでて美味しくできてます。では続きをいただきます。ごちそうさまでした。今日も全て食べてしまいました。 450g ぐらいの肉、まあんなも一瞬でなくなりました。
めちゃくちゃ美味しかったです。作るのはそんなに難しいことではないです。時間がかかるだけで塩と白ワインしかいらないですし、ハーブがねたくさんあったらその方がもっと美味しくなるかと思うんですけど、今回は最初にイタリアンハーブミックスパラパラっと振りかけたのと、煮込む時にローレル、それとタイム、それを使っただけですけど、他にももうちょっとローズマリーとかそういったものを入れてももっと美味しくなるかもしれないです。あと好みによっては、最後仕上げに塩とか胡椒、ブラックペッパーですね、それで味を整えてもいいかもしれないです。これはまだまだ研究の余地があるなと、もっと作っていきたいなっていうふうに思いました。他にもね、鶏肉であったりとか、そういうこともできると思いますんで、いろいろと挑戦していきたいと思います。パーティーの時とかそういう時に作ったらものすごく喜ばれるタイプの料理なんじゃないかなと思いますんで、皆さんもぜひ試してみてください。はい、ということで、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今後もこのように料理動画撮っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。